6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は5ヶ月目に入ったんだけど、ウクライナ軍の進撃速度は遅々として当初の計画ほどの進展が見られていないとされ、西側諸国のメディアなどの間では一部にウクライナ軍の反転攻勢は失敗したとの声まで上がっているね。しかし、それでも南部ザポリージャ州では鉄道交通の要衝とされるトクマクを守るロシア軍が、幾重にも重なる塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用障害物などによって構築された30の防衛ラインのうち、第1防衛ラインを突破してロボケネを突破して第2防衛ラインに到達したとの情報もあって、わずかながらでも前進していることが確認されているらしいな。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャにおいて、ロシア軍補給線の遮断を画策している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このザポリージャ州における反転攻勢の攻撃軸の目標はトクマクのさらに南約 60km にあって、アゾフ海に近い要衝の町メリトポリの奪還とされているのだが、ここまでの進撃速度ではこの冬の訪れまでに到達できない可能性の方が高いと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリ奪還を目指すのは、ロシア本土からドネツク州を経てアゾフ海沿いをヘルソン州までつながる補給路としての陸の回廊を遮断することにあり、このことで2014年にロシアにより一方的に併合されたクリミア半島に駐留している、ロシア軍を兵糧攻めにして弱体化させて撤退を促し、最終的に奪還することにあるってわけ。メリトポリはアゾフ海に面してはいないものの、南にあるアゾフ海まで都市はなく北東のペルジャンシクと南西のクリミア半島をつなぐ幹線道路上にある要衝だよね。ウクライナ軍がメリトポリを奪還しない限り、クリミア半島のロシア軍は半島東端のケルチ海峡にかかる、半島とロシア本土のグラスノダール地方とを結ぶクリミア大橋が攻撃されて通行不能になったとしても、補給路が確保されウクライナ軍の目的は果たされないってわけだな。そのために、一部の西側メディアや軍事専門家は進捗を見る限りではウクライナの反転攻勢作戦は失敗するとしているのであるが、これについてはウクライナ軍がメリトポリに到達できなかったとしても失敗とは言い切れないとする見方もあり、その理由として、ロシア軍が兵站補給路として最も重要としている鉄道がアゾフ海沿岸を通らず、ペルジャンシクから内陸のトクマクに向けて大きく迂回していることが挙げられているぜ。つまり、メリトポリまでウクライナ軍が進出できなくとも、トクマクを奪還することでロシア軍が頼みとしている鉄道を抑えることができ、ヘルソン州南部やクリミア半島への補給の大半を遮断することになるのというのがその理由だな。しかしながら、そのトクマクまでにはまだロシア軍の防衛ラインが残されていて、ウクライナ軍がそれを突破するにはかなりの時間が必要と見られているぜ。ただ、ウクライナ軍にはアメリカから供与された、高機動ロケット砲システムハイマースやイギリスなど北大西洋条約機構NATO から供与された、同じくアメリカ製の M270 の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程距離90グムとされる GPS 誘導タイプのグーディドマルティプルローンチロケットシステム G マースロケット弾 M31 があり、その他にも同じく NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、アメリカ製の長射程 GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどもあり、ロシア軍の榴弾砲やロケット砲の射程の後方から兵站を精密に攻撃することが可能なんだ。ウクライナ軍がザポリージャ州の戦線において、ドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャーにといった新世代の主力戦車をはじめとする、西側諸国から供与された最新型の歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車などが配備された第47機械化旅団や、第82空中強襲旅団といった新編成の虎の子的な強力な旅団がこの夏、多大な犠牲を払いながらもロボケネ近郊まで進出したことによって、トクマクを走る鉄道路線を砲撃できる射程内で安全な場所を確保したことになり、兵器や弾薬を輸送する列車への攻撃が可能となったことだけでも反転攻勢作戦は成功したとする見方もあるよ。さらにウクライナ軍には、イギリスとフランスが共同開発した、
射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG なども、ロシア軍後方の兵站施設や輸送路攻撃に使用できるほか、9月22日にはアメリカのバイデン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領がこれまでその供与を再三再四依頼していた、300km 等長射程を持ち、ハイマースや M270 などのマースから発射できる地対地ミサイルATACMSを供与することが決定されたと報じられたんだ。アメリカ軍が運用しているATACMSは 300km もの長い射程を持ち GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルで、正式名称は MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステムATACMSだね。このATACMSは、227mm ロケット弾 M26 と同様に、面性圧用クラスター小爆弾 M74 を多数搭載するタイプと、6から13個の無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT によって装甲車両を破壊するタイプがあり、BAT とは発射された後にミサイルの弾体から切り離されると主翼を展開して飛行し、滑空しながら内蔵されている音響センサーや赤外線センサーなどによって、あらかじめインプットされている目標を捜索して攻撃する誘導式爆弾で、弾頭にはタンデム式成形削薬弾2個の削薬を時間差で爆発させ、1個目で複合装甲を破壊し、2個目が車両の内部に高熱の爆風を起こすが搭載され、戦車などの装甲戦闘車両や防御された軍事施設の破壊に用いられるよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、戦車などの戦闘車両だけでなくロシア軍の後方部核にある兵站施設や、補給路なども攻撃可能なこの 300km 射程の長距離ミサイルの供与を強く望んでいたが、アメリカのバイデン大統領はこのミサイルを提供することでロシアのプーチン大統領が、核兵器の使用に踏み切る可能性を懸念して供与を拒んでいたんだよな。しかしプーチン大統領は、バイデン大統領がロシアを刺激して戦争がエスカレートするとして拒んできた。新型主力戦車の供与決定に対しても、戦車よりもゼレンスキー大統領が供与を切望する。アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンをオランダやデンマークが提供するとの決定に対しても、特段の反応を見せなかったぜ。そしてさらに、射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG の提供についても、プーチン大統領がリアクションを見せなかったため、ついにバイデン大統領はATACMSの供与を決め、NATO 諸国の F-16 の供与を承認したってわけだ。このバイデン大統領の弱腰ぶりには各方面から批判が上がり、バイデン大統領の読みの甘さを指摘する声が多いらしい。また、ATACMSの提供以前にウクライナへ供与される長射程兵器として発表されていた、同じくハイマースなどのマースから発射可能なロケット弾で、射程距離 150km の地上発射型小型爆弾システム GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボムについてはその後続報がないものの、また、西側諸国のメディアや軍事専門家の中で、ウクライナがトクマクを奪還したとしても、ロシア軍は新たにアゾフ海沿岸に鉄道を敷こうとしているとの声が上がっているが、いかにロシアといえどもマリウポリからメリトポリまで海岸沿いの湿地帯が多いおよそ 200km の距離に、鉄道線路を施設するのは容易ではないよ。また、ウクライナにATACMSが供与されれば、ウクライナ軍はこれまで以上に安全な場所からメリトポリへの攻撃が可能となり、この先ウクライナ軍がトクマク奪還に手間取ったとしても、いつでもクリミア半島への補給を遮断できることになるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。